オ TV。 危ねえかな。13ゲーム抜けたくさい。27、はい、抜けました。まあでもまあね、偶数挙動の台で6連、まあ戻り行だけだと5連はだいぶ上出来だと思う。でここでもう一丁引き戻しがあるのかどうか。76、いやこれもおそらく引き戻しでしょう。完璧。いやなんか流れ的に一発天国がありそうな雰囲気があるぞこれ。はい、32、一発戦後がなし。そう、ここなんだよね。ここをなんとか早いやつで切り抜けることができると、まあ何しろ B にさえ上げてしまえばね、グス設定は話が早いですから、 A の可能性があるところだけね、早めにくぐり抜けると。196、まあ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 、引き戻しっぽいあたりからね、一発でB に飛んでてくれたりしたら、ここからまた始まるかもしれないんだけど、よし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 、いやー出来がいい、出来がいい。いやーグースト設定のね、やっぱいいとこが出てる。でしかも当たり軽いでしょ。いやー平和、いいっていうか平和。ここでもう一山引っ張ってこれるとかなり楽なんだけど、抜ける手前、まあ要は出玉のピークが1700枚ちょっとなんですよねぐらいだと、例えば自己的に700-800ハマったらもうなくなっちゃうんだよねこれ。だからまあなんとかもう一山、まあ、もう一発ビッグくれば、まあ、ピークは超えられるかなっていう感じですんで、ここ
よし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 、はい、やりました。よしよし、いや、レンチャーボンバー優秀ね。しかもビッグばっかですもん。これで2000万円乗ったね。もうこの後どうなるかね、分かんないけど、まずもうここまではね、もう偶数設定の、偶数設定のっていうか、この際設定6のね、お手本みたいな出方してる。俺がね、地道にですね、まあ地道にっていうか、まあ平和な感じでこうね、今2000倍ぐらいなんですけど、お隣さん朝から17ね、でもう2500枚超えるね、これで3000枚が見えてるとね。そういうこともありますんでね。しかもあれ朝一発目からだからね。まあでもね、同じ機種でも同じ機種で本当同じ枚数、ね、出そうと思ってもいろんな、だからアプローチの仕方が、まあ、あるってことだよね。でも隣の台ドキドキランプまだ一回もついてないからね。おまだいる、まだ天国。いや、素晴らしく出来がいいね、これ。やっぱりこっちだけだったらドキドキ以上確定ですんでね。はい、ランチ行ってきました。ランチ後、ランチ後、抜けてたなら、まあそれはそれで OK。 ただここでもし当たるようだったら、このランチでもしかしたら流れが変わっちゃうかもしれない。抜けてませんでした。16ゲーム、これで抜けちゃうようだったらもうね、大失態、大失態。まだこれがね、よくあるんだ、そういうことが。ちなみに6連目、これはやらかした可能性大だな。22、うえー、
ランチ後化け一発で抜けちゃいました。大失態だよ。6連は上出来なんですけど、このタイミングでやっぱ抜けるんだよな。まあ引き戻しに行ってたらまあ許しますよ。